カルロ・アルマート M15-42 とは第二次世界大戦中に生産されたイタリアの抽選車である。このイタリア陸軍向きに最後に作られた抽選車は初期の M13-40 と M14-41 の設計を基礎にし、さらに北アフリカ戦線での戦訓を考慮して生産されていた。本社はもっと重量のある P26。 四十戦車が量産できるようになるまでの一時、しのぎだった。運用が予期されていた北アフリカの戦線には投入されなかったものの、イタリアやユーゴスラビア国内のドイツ国防軍によって使用された。m 十三四十や m 十四四十一中戦車の不十分さが示された後、イタリア陸軍はより重量のある p 二十六四十戦車の量産体制が整うまで、 一時しのぎの設計が必要であるとの結論を下した。M13、40と M14、41は初期のイギリス製戦車や同時代の連合軍戦車の大部分と比較してもいくつか深刻な不利を抱えており、北アフリカの砂漠には非常に不適合なものとなった。またこれらの戦車の手法は当時の大部分の中戦車に対しては威力十分だったが、 北アフリカに配備されたもっと重装甲なイギリス戦車を射抜きできなかった。1941年の初期、イタリア軍は M16-43 サハリアの快速中戦車の製造を計画した。これは捕獲したイギリス製 A15 クルーセーダー戦車を設計の参考にしていた。試験では良好な性能を見せた試作戦車だったが、1943年に、 この戦車は計画中止となった。この当時のイタリアは北アフリカの領土を喪失し、その砂漠で用いる快速戦車の製造をもはや必要としなくなっていた。この戦車の開発中にドイツは戦車製造に必要な資源の半分と手法そして照準機のすべてを供給するという条件のもとで3号戦車や4号戦車のライセンス生産を提案した。 イタリア側はドイツに自国の工業能力を拘束されることを望まず、この提案を拒否し、代わりに自らの M14-41 戦車を改良し、配備することを決意した。本社は原型の M14-41 より全長が1 2トル長くなるものとされた。またもともとは M16-43 に装備するはずだった新しい手法を装備し、 新型の12リットル 192HP、フィアット SPA15TBM42、ガソリンエンジンと、新しい駆動機構を備える予定だった。エンジンの選定理由は、大出力、ディーゼルエンジンの開発にはまだ時間がかかることと、当時のイタリアでは、重油が不足していたためである。当時のイタリア中戦車が搭載していた、フィアット車製のエンジンには、TM と、 TBM という形式があるが、TBM の B はイタリア語でガソリンを意味するベンジナの頭文字であり、ガソリンエンジンであることを表す。この車両は公式にはカルロ・アルマート M15、42として知られる。M は抽選者の M15 は重量を T で表示し、42は採用年数を示している。また北アフリカの戦闘で学んだ。 回収内容をまとめて施している。ただし本社用の手法と弾薬の開発を行うことは、1943年1月1日まで量産には入れないということを意味しており、この時点で本社はすでに旧式化していた。主兵装は 47mmL32 戦車砲の回収版で構成された。これは4 7ト、mm、ル l 4 0と呼ばれ、電動で、 全周旋回する、砲塔内部に据えられた。両角20度、深く10度まで稼働する。この砲は、成形策薬弾、榴弾、鉄鋼弾を発射できた。副兵装は5丁のブレダイ M38、車載機関銃である。2丁は車体に、2丁が同軸に、また5丁目は戦車の長部にある、対空機銃下に装着された。 1943年1月1日、イタリアは M15-42 の量産を開始し、また1943年中期には90両が作られている。1943年9月8日のイタリアの降伏の後、第135機構師団アリエテーからなるイタリアの兵力は彼らを武装解除するためローマに移動したドイツの兵員と戦った。M15 42はイタリア軍がこの戦闘の最中に使用した戦車の一つである。急戦後、ドイツは残された M15、42をすべて接収した。ドイツの下で未完成の M15、42が28両追加で完成した。ドイツの作戦における M15、42はほとんどをユーゴスラビアで戦っており、 85両が1944年12月までそこに駐留していた。側面、後方から戦時中に、いくか M15-42 が生産されたが、この車両のシャシーは、いく種類かの成功策のベースに用いられている。これらには車体に装備された機銃を撤去し、このスペースに通信設備を当てた、四戦車である M15-42 チェントロラジオや、 セモベンテ七ダ75-34、セモベンテ七ダ75-46、そしてセモベンテダ105-25の3種類の自走砲がある。他、M15-42 をベースとする試作車両としては、軽く装甲の施された、砲塔内部に4本の 20mm スコッティ、イゾッタフラスキーに機関砲を搭載する、対空戦車が1943年に生産されている。 急戦後、ドイツは本社を接収し、方合戦車から派生した各種対空戦車、自走式対空機銃の参考に用いた可能性がある。ありがとうございます。